コペルム文字、コミ語、アブールアブルあるいはアンブルワンブールとも呼ばれる。は、中世のコミ語において用いられた独自に発展したキリル文字の一種である。コペルム文字は、ロシアの宣教師、聖ステファンペルムスキー、本名ステパン、ハラップによって1372年に作られたものである。俗称のアブールは、初めの二字の名称から取ったものである。このアルファベットは、 キリル文字、ギリシャ文字、コミ族のタムが、タンが、キバ民族が自分の一族の象徴として使うルーン文字のようなもの。コペルム文字は通常筆記よりも刻印されることが多かったため、から借用した。この文字体系は当時の和社に受け入れられることになった。このアルファベットは17世紀まで用いられ、キリル文字にとって変わった。コペルム文字はロシア語の暗号文にも用いられた。 聖ステファン・ペルムスキーの生命祝日である4月29日はコペルム文字の日として祝われている。コペルム文字の入ったウィキペディアのロゴコペルム文字の日文はウラル語族の中では最古のものである。ウラル語族においてこれよりも早く書かれた文章はロバーシュ文字、1000年以降はラテン文字を用いて書かれたハンガリー語のみである。対照的にフィンランド語においては プロテスタントへの改修後の1543年にミカエル・アグリコラによって書き言葉が成立した。しかし1957年に独自のカバの目秘秘文がノブゴロドで発見された。これは13世紀頃に書かれたバルトフィン書語の文章である。ライクチンによる1952年の研究がこの文字体系について最も権威的な文献であるとされる。 24の固有文字と10の追加文字からなる。また、ダイヤクリティカルマーク付きの文字もある。コペルム文字は2014年6月にユニコードに追加された。範囲は U プラス1350千37回である。ありがとうございます。